では続いて第4位の三島由紀夫賞の蓮見さん迷惑と語るというニュースです。第29回三島由紀夫賞の選考会が16日に開かれ、フランス文学者で元東大総長の蓮見茂彦さんの伯爵夫人が受賞しました。都内で開かれた受賞記者会見に現れた蓮見さんは、全く喜んではおりません、旗迷惑な話だと思っておりますと受賞の感想を不愉快そうに述べました。さあ、こちらのニュースは男性 57%、 女性 43%、 20代30代の皆さんが共に関心を寄せていました。今迷惑、なんて言いましたっけ、不愉快そうに旗迷惑な話だと、実は言うとそれがでも、ひょっとしたら僕は蓮見さんの、最大の、一番メッセージなのかなと思ってですね、非常に痛快だったんです、僕はこれを見ていて、受賞の知らせを受けてのご心境は、ご心境ということは私の中には存在しておりません、ですからお答えしません、連絡を受けた時の連絡感想はと個人的なことなどで申し上げません、審査員の評価についての思いはありません、など、一部抜粋して引用して書かさせていただきました。唯一共同通信の記者がですね、先生のご様子を拝見させていただくと喜んでいいんでしょうか私たちは、という話で、いや別に喜ぶような話じゃないんですということで、なぜ自分が今憤慨しているのかという話を、お話しされたんですね。若い世代がいるだろうと、私に賞を与えるのが非常に今の日本の文化の状況としては悲しい、嘆くべきことだという話をされてました。田中さんどう思いますか。これは単に蓮見さんという人のもう老いぼれた欲ぼけですよ。欲ぼけというのはね、例えば自分が新人賞に応募する場合は選考会で決まるけれども、普通僕も芥川賞の時に以前に断った人がいたんですよ、受賞してから。だから事前に聞くんですよ、でその時は僕は10年後に期待するって却下されたの、でこの間も33年後になんとなくしたら、谷崎潤一賞、で、ノミネートしますよって言われたんだけど、ある選考委員が絶対田中にはあげないって言ったの。だからこの人は事前に聞いてるんですよ、新潮社から。なのにこういうことやるからもう愉快犯ですよ。だからそれはフェアじゃないと思う、この人さんは。